アーセナル FC 所属。ポジションは GK。2017年1月31日、プレミアリーグの AFC ボーンマスに推定額80万ユーロで移籍した。2017から18シーズンの1月に出場機会を求めて、チェスターフィールド FC に期限付き移籍した。2019年1月4日、AFC ウィンブルドンに期限付き移籍。同シーズン中に、 クラブの若手選手賞を獲得した。2019から20シーズンは、ボーンワスに戻り、開幕戦に先発出場した。2020年8月、フルスのシェフィールドユナイテッド FC に4年契約で移籍した。2021年6月開幕の UEFA ユーロ2020では、暫定登録メンバーには入ったが、最終メンバーには残れなかった。しかしグループリーグ初戦後に、 ディーン・ヘンダーソンが負傷離脱したことで追加招集された。2021年8月20日、アーセナル FC と長期契約を結んだ。加入当初は控えに止まるも、第3節マンチェスターシティ戦で、ベルントレノが守備陣の相次ぐ離脱も、相まって5失点を屈して敗れると、実節の第4節のリッチシティ戦で先発に抜擢され、 アーセナル加入後プレミアリーグデビューを果たした。試合を1から0の無失点に抑え、チームの同年リーグ戦初勝利に貢献した。ありがとうございます。